カジミール・マレービチらと、左から3人目が、パーベル・フィローノフ世界的、開花、1915年、パーベル・ニコラエビチ・フィローノフは、ロシア、ソ連の画家、美術理論家。1883年、モスクワに生まれる。1887年に、父親、1896年に母親を失う。1897年に、ペテルブルクの姉の嫁ぎ先に移住、活動の拠点とする。1903年頃から、アカデミー会員、レフ・ドミートリエフ・カフカスキーの画塾に通う。1908年から、美術アカデミーで学ぶが、1910年、アカデミーを追われる。しかし、この頃から頭角を現し、ロシア未来派のグループの一つ、青年同盟に参加、その展覧会に出品。1913年には、マヤコフスキーの悲劇、ウラジーミル・マヤコフスキーの舞台装置を手掛けた。1914年、マニフェスト、作られた絵画を出版。この頃から、いわゆる分析主義と呼ばれる、独自の絵画理論に取り組み始める。1916年から1918年にかけて、第一次大戦における軍務に服し、ルーマニア戦線に赴く。1919年、ペトログラード等級における第1回国立自由芸術作品展に参加、注目を浴びる。1922年、ベルリンにおけるロシアソビエト美術展に参加。1923年、マニフェスト、世界的開花宣言を発表。1925年にはフィローノフ派である分析的芸術工房を結成。以後、様々な舞台装置のデザイン、出版物のデザインや挿絵の制作などを行う。1929年、ロシア美術館で個展が計画されるが、3年間の延期の末、中止させられる。1941年、第二次大戦におけるドイツ軍包囲のレニングラードで死去。死因については肺炎とも餓死とも言われる。20世紀初めの30年間余りの間に爆発的に起こったロシアアバンギャルド運動はレーヨニスム、シュプレマティスム、構成主義といった当時の美術の最先端を行く様々な様式を生み出し、その後の世界美術に多大な影響を与えた。中でも、フィローノフの分析主義の得意さは、際立っていたものの、旧ソ連の文化政策によって黙殺されたこと、彼自身がロシアを去ることをせず、外国での発表活動も少なかったことなどが原因で、彼の作品や思想は長く、世界に知られることはなかった。しかし、フィローノフの作品のほとんどは、彼の妹、エブドキア・グレボーバによって戦火より救われ、保管されており、1977年にロシア美術館に寄贈された。スターリン死後、一部のロシアアバンギャルド作品は解禁されたが、フィローノフが歴史の表舞台に現れたのは、主にゴルバチョフ政権によるペレストロイカ以降である。現在、ロシアにおけるフィローノフの評価は非常に高く、カジミール・マレービチ、ウラジーミル・タトリンと並ぶ、ロシアアバンギャルド美術の代表的美術家として位置づける評価がなされている。ありがとうございます。